世界卓球2024団体戦2月16日から25日韓国釜山17日女子のグループリーグ第2戦で日本世界ランク2位外乱同35位をマッチカウント3対0で破り2勝0敗とした昨日のルクセンブルク同19位戦では 60歳のエースであるニー・シャーリエンを15歳の長本が破るなど解消した日本。今日は西アジアのユーイランが相手だ。日本のメンバーは2000年生まれの黄金世代、揃い踏み。しかも1戦目で出場機会がなかった伊藤美馬、23イコールスターツ、世界ランク14位が2点使いされた。 1> 第1試合はその伊藤と2度の五輪出場経験を持つシャハサバリ、37世界ランクなしの対戦。トリッキーな巻き込みサーブから攻めるシャハサバリに対し、伊藤は決め球をフォア側に集めて相手を崩し、11対5で第1ゲームを先制する。次は伊藤のレシーブやミート打ちにミスが出て、10から10まで競り合う。 しかし伊藤も多彩なサーブを繰り出し、さながらサーブ合戦の終盤を制し13の11で2ゲーム目も奪う。激戦の第2ゲームを取った伊藤は、3ゲーム目で躍動。一気の速攻で相手を突き放し、最後はフォアスマッシュをストレートに決め、11から4として解消した。第2試合は平野美宇、23イコール木下グループ、同18位。 と、あしたり。23イコール同709位、との一戦。昨日、中国を追い詰めたインド選手同様に、変化球を生み出す異質ラバーを使うあしたり。第一ゲームはその球筋にラケットの角度が合わず、6の11で平野が落とす。平野はラバーを反転しての攻守まで見せる多彩なあしたりを攻めきれず、2ゲーム目も9の11で失う。 だが平野は第3ゲーム、バック側にサーブを集めてラリーでフォア側を攻め、11の6で取り返す。平野は4ゲーム目も相手のフォア側を狙うが、粘り強く返されミスが出て3の7に。しかしミドル付きを交えてフォアを再び攻めた平野が8-8まで追いつき、終盤は両サイドを強襲し13の11でここも取る。最終ゲーム。 平野が緩球を交えて5-2と抜け出すが、アシュタリのフォアカウンターをアビセブン9と逆転される。だが連打でコースをついた平野が10、1 2追いつき、最後はバックドライブでブロックを弾き飛ばして13-11。大逆転勝利を果たした。マッチカウント2対0で迎えた第3試合は、早田ひな、23イコール日本生命。同5位、ガサラジ。 19世界ランクなし、と対戦。第1ゲーム、サラジはミート気味の両ハンドや独特のリズムで放つサーブで、早田に肉迫する。だが慌てずに適宜即応の攻守で対応した早田が11-8で先制する。サラジのプレイに対応してきた早田は、2ゲーム目から自在のプレイを見せて一気にリードし、11-3でここも奪う。 第3ゲームもミドル攻めやハーフロングサーブでミスを誘い、さらに両ハンドで11から4と押し切って、勝利した。世界ランク以上の力を見せるイランに苦しめられる場面もあったが、知力を発揮した日本が2試合連続のストレート勝ちを果たした。